どうも皆さん、こんにちは。滝沢勝成でございます、いつも動画をご覧の皆様、こんばんは。今日はですね、ちょっとコラボ動画ということでですね、シンガーソングライター、ナンバスシンガー、そしてボーカルトレーナーでもある、ケイリルさんに今日はですね、ちょっと動画に遊びに来ていただいております。普段はシンガーソングライターとかバンドで活動されているんですかね。はい、そうですね。はい、私が、作曲をしたりとか、あとは、ボイストレーナーの仕事をしながら自分のオリジナルバンド、ノンダウンとなってですけど、はい、それで活動してます。で、その傍らそのボイストレーナーっていうのもしたりし、はい、したりします。楽しみでございます。はい。まあなかなかこうね、ギターの講師がこのボーカル習いに来ることってあんまなくないですか。ないです。初めてです。だからどういう風になるのかわからないんですけれども、ちょっくら滝沢がボイストレーナーに歌を習ってみたらどうなのか的な感じで、ボーカルが気になる方とかね、ボーカルトレーナーが気になるとかね、練習の仕方とか気になる人、ぜひチェックしてみてくださいませ。正直なところ、ボイストレーニングって何をするんですか？ボイストレーニングって2種類あるんですよ。で、まずそのよく聞くボイストレーニングっていうやつが、まずは体作り、喉作り、なので楽器作りのことですね。はい。なんで、どんなものかって言ったら、例えば地声と裏声の筋肉をまず鍛える、喉を柔らかくする、発音練習とか表情筋鍛えるとか、あとはまあ音階練習とかで、こうちょっと取りにくい音とかを使ってこう喉を鍛えていくみたいな。筋肉とか必要なんですか？なんかそれ、例えばその喉をなんかこう筋肉を強くする発声練習みたいなのがあったり？あります。はい。どんな感じなんですか？例えばそれはもう基本的にやっぱその筋肉を鍛えるのは地声発声になるんですけど、声帯閉鎖の練習っていうのがあって。声帯閉鎖の練習？はい、そう。なのでこれ、ま、男性結構得意な方多いんですけど、はい、ま、言ったら喉をわざと締める練習。締める？はい、練習なんですけど、濁音の「あ」の感じで「あ」、そうで、ある程度高音ですね。あー、そうそうです、そうです、めちゃくちゃ、めそう、それでめっちゃ喉で言えますか？あーっていう感じで、あー、喉、そうです、めっちゃ、あー、あー、あー、で、それめっちゃマックス締めてるじゃないですか？マックス締めてます。じゃあそこから少しだけ音を軽くして、あ、あって切れますか？もう少し喋り声っぽい感じで、あ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 、そうです、そうです、そうです、あ、あ、そうです。喉が閉まってる感じとか、喉で音が鳴ってる感覚をずっと維持する、まあ、これによって、まあ、やりすぎたら喉締めにはなるんですけど、その地声の筋肉だったりとか、まあ、喉の締める声帯閉鎖、うん、うん、喉を締める筋肉を発達させるっていうのと、その喉を締める時って自然に結構体で踏ん張ったりとかすると思うんですよ、うん、大きな声出そうとしたりとかするので、うん、うん、なのでそのインナーマッスルだったりとか腹圧を使うので、まあ、体を鍛える、喉を鍛えるっていうことにつながります。ああ、これなんかその閉まってる、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 じゃあ、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 なるほど。ちょっと僕今その喉の締める感覚をつかみましたよ。俺の喉が締められる、声帯閉鎖できるようになりましたよ。これ完璧に、ね、すごい、うまいです、ね、なんか喉の柔らかさとかで本とかで見るじゃないですか。はい、柔らかくするっていうのもなんかこういろいろな柔らかくする種類があるんですけど、まあ男性の場合は大体地声に特化して、その硬さに特化してるので、喉を締める方に特化してるので、力を抜くとか開くっていうことがちょっと苦手な方が、なのでってなったら柔らかさをつけるには裏声を鍛えていくだったり、裏声で喉の力を抜いていくっていう練習によって声帯が柔らかくなりやすいです。じゃあ声帯を柔らかくしたければなんか裏声をたくさん出すみたいな。そうです。でもっと言えば裏声の出し方もあくびして出してる状態でマックス喉柔らかくなってるので、この辺とか裏声で一回何も考えずに、あ、もうすでに喉開いてくれてますね。今多分私があくびする感じって言ったから、もうすぐにやってくれてるんですけど。神の皆さんよろしく。音量そんなに出しに行かない方がよくって、音量出そうとすると特に男性は結構声を前に押したくなっちゃうので、はい、あーって感じでちょっと喉閉めちゃうので、そうです、喉の中でふわーって空気が広がってる感じで、おー、そうです、そうです、めっちゃ上手です。褒められた。すごい人って、地声と裏声が綺麗につながってるじゃないですか。みたいな感じで、あれとかとか人のできることがこれはってびっくりするんですけど、我々はトレーニングできるものなんですか？そうです、できるものです。で、今やったような結局
結局その地声の筋肉と裏側の喉を開く力っていうのが発達することによってつながりやすくなる、まあ、ミックスボイスだって話を聞きますね、うん、そう、あれっていうのはミックスボイスって、まあ、単純に言えばベースは地声か裏声かしかないんですけど、どっちかなんですけど、まあ、例えば裏声のこの開いた感じとか声のキャラのまま地声を出すみたいな感じなんですよ例えば裏声って地声より明るく響きますよね。可愛くなるというか、でこれいきなり同じ音では地声できないと思うので、度数の差をつけて、そう、ここをここだと地声で同じ声のキャラ狙えると思うんですよ。そうですそうですそうです。もう少しだけじゃ、そうです、喋り声の感じで、めっちゃ上手い。なんか分かってる気もすなくな気もします。本当最初言ったそのいわゆる筋トレ的なこととその喉の柔らかさのそのストレッチ的なことの融合って感じですよね。もう両方ともできてなんかそれがそうですそうです。ああなるほどね。で普段なんかケイさんはどういう感じの練習してるんですか。と私がいつも言ってるじゃちょっとウォームアップだけなの、はい、ちょっと一緒に。ケイさんがやってるウォームアップを僕もやっていいんですか。はい、ぜひお願いします。やりたいです。やりたいです。お願いします。じゃあまずはリップロールってやつですね。あ、はい、です、はい、これも、音階つけてやります、はい、私はドミソミドの音でこれを切って、そうですね、喋り声の感覚でも出せるかなっていう音域からある程度地声で張る音域、そう、これになるとさっき言った声帯閉鎖もある程度できるので、喉を締めてる感覚も使いつつ、そんな感じです開ける筋肉とかが硬いとどうしても唇が震えてくれないなるので、震えない人は口角無理やり持ち上げてそうです、めっちゃ震えますうまくできなかった人はコメントにうまくできなかったってコメントしてくれこれなんか、でも褒められてるけどこれはどうなってるのかわからない、なんか他の人たちはなんかどんな感じなんだろうできないかできなかったできないとコメントしてみてくれそうするとケイ先生がコメントで教えてくれるかもしれない、はい、答えます。これは私が聞いた話なんですけど、このリップロールの方法を日本に持ち込んだのがマイケル・ジャクソンらしいんですよ。マイケルがずっとリップロールとかプルルとかルルとかっていうのをやってて、そのスタッフがそれ何やってるんですかずっとみたいな感じで聞いたら、いやこれすると声が出やすくなるのと喉が柔らかくなるから、あのフォーはプルルで生まれてます。リップロール繰り返しマイケル・ジャクソンになれるかも。そう、マイケル・バリの音域とパワーボイスと、そうですね、ちょっとみんなも一緒にやってみてくれ、プルルって練習してみてくれ。他にもちょっとなんか僕はね、そういろいろ聞きたいことが実はたくさんありまして、はい、